初めて号泣したって言ってる。あ、それはちょっと来るね。でしょ俺でも来たわ。でしょ、うん、不思議ペンペン大百科。今日はね、省きます。もういつもの最初のダラ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 したあのおっさんのトーク、もう今日は省きますんで。いやいや、今からパッといきたいんですよ。俺もそうやわあれ俺もそうやわってどういうこと、うん、あのなんだらだら喋ってんのかねいつも思ってたからお互い思ってた、うん、あ、そう、もうやめてほしい。ああ、わかりました。じゃあ早く本題に入ってほしいなっていつも思ってた。あ、本当になんかね、うん、ずっとだらだら喋るやん。あ、俺嫌やなと思いながらずっと付き合ってて。あ、ほんまですか。あ、申し訳なかったっすよね、うん、本当に。あの昨日からずっとなんか僕頭痛しててね、うん、ほんまに多分あれ編集のしすぎちゃうかな言うて。へえやろな。でなんかとりあえずちょっとイブ飲もうか。へがブワーって上がってきて、イブ飲んだらなんかシャキシャキーンってなって、もう臭いもん。いけるわー、もうやろうかやろうかもうやろうか。はい、あの今日のねオープニング通りのちょっとお話をしたくて、これね、あのご存知の方もいると思うんですけども、ご存知ない方のために僕が、うん、皆さんにぜひ紹介したい、うん、で紹介したいというか、むしろ日本国民全員も知っといてほしいレベル。そんなに教科書にバッチリ載せといてと思うぐらいには僕はすごく熱い。熱いね。ええ、すごいでしょ、うん、今のでも熱苦しいな思ったでしょ、うん、時は言うかなと思う。時は言う、それぐらい熱いの、下手さないと。ほんまに、まあ、あのそういうねちょっと僕が紹介したい方がおられて、うん、でその方がね、うん、小林春さんという女性の方なんですよ。小林春さん、はい、でこの方がまあ、一応異名としてね言われてるのが、うん、日本最後のゴゼっていう方なんですよ。ゴゼ、ゴゼ、あのさっきのこのあやんよみたいなやつね。ちょっとあんま聞き慣れないですね、ゴゼって。はい、でね、じゃあ、うん、そのゴゼってじゃあ何なのかって話なんですけども、うん、例えば我々って今テレビあります、うん、ラジオもあります、うん、YouTube もあります、はい、あなたの家にはないけど、ね、あるわあ、でもいや逆にラジオはどうかな。いや、あるか、震災の経験があるから一応なんかそういう非常用もあるかもしれんけど、うん、家ないし、ね、家がないでないねゴゼと一緒やん。ゴゼなのじゃん、もしかしていやいや、でそれはまあ昔は全然娯楽とかもないわけですよね。でその中で、じゃあその何、江戸明治とかそういう大正とか、あ、古いのはすごい古いんですよ。めちゃくちゃ古いんですけども、まあ、この小林春さんというのは1900年生まれの方、まあ、明治の生まれの方なんですよ、うん、で、まあ、当時ね、例えばその村とか、まあ、はいはい、とこにそのゴゼと呼ばれる女性たちが歌いに来るんですよ、うん、ゴゼ歌というの。ゴゼ歌、ゴゼ歌、まあ、他にもその流行歌とかもいろいろ歌ったりするんですけども、いわゆるそのゴゼという人たちがなんか村にたまに来て、うん、で歌を披露してくれる。まあ、だから紙芝居みたいなもんですよね。紙芝居の昔の人ってあのこう移動しながらいろんなところ行って紙芝居やって、でお菓子ちょっと売ってとか、娯楽がないからね。そう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 、家々回って、そういうことです。その感じがまあゴゼというのがあるんですよ。でも なんか特徴があるの。そうなんです、実は。だからこれがあの基本的にはですよ、基本的にはあの目の見えない人とか、すごくまあ目が不自由なあの見えにくい人とか、はいはい、ハンディキャップを。そうなんですよ、当時だから。当時やからやっぱりそこの辺 の, その風当たりというのはすごく強くて、うんうん、この小林春さん生まれながら家族にもかなりもうやっぱり当たり強くされていたと。あの自分の名前ちょっと微妙、多分春みたいな、えその家族にもあの名前で呼んでもらえなかったっていうような記述もあるんですよ。えそんなにその自分の我が子をそんな、あ、いや素晴らしい、鋭いですね、田中さん。そうですよ、うん、いわゆるその、まあ、家族やからね、そのおばあちゃんがいてお父さんがいてとかお兄ちゃんがいてとか、うん、まあ、あるんですけれども、やっぱりね、うん、お母さんだけは、これこの動画を最後まで見たらお母さんだけはでもやっぱり違うんやろなっていうのがよくわかるんですけれども、うん、この春さん、要は生まれてもうすぐにですね、お医者さんに、まあ、失明しました、はいはいはい、もう見えなくなりますと、手遅れですって、あのね白内障です。はいはい、今やったらね治るです、うん、ね、治るですよ治るですよ今やったら熱すぎてもう
治るですよ本当にと思うんですけど、まあもうすぐにね、だからまあ生まれながらにじゃないけど、まあほとんど生まれながらにも先天性っていうに近いような感じですよね、はいはい、うん、でそれでだからお家の外に出してもらえなかったって言ってました、うん、ずーっと周りの人に見せない、はいはい、だもう明治とかなんでちょっと今の雰囲気とは全然違うんでね、いわゆるそういうやつ、あの手塚治虫の綾子みたいなやつ、うん、あんな感じ、あの村社会もあるし、村社会もあるしで、まあその中でずっと生活をしていくんですけれども、うん、あのこの子を御前にしたいと、うん、まあ、お母さんが考えたんでしょうね、どっかでね、うん、でそこの村にも御前の人たちが来るんですよ、うん、でその御前の人たちは目が見えなかったりとかする人なんで、あと自分の娘もこの道に行かせるしかないと、うん、当時なんでね、はいはい、っていうのでそのまあ春さん、幼き春さん、ね、うん、もう3歳4歳5歳ぐらいですよ、うん、あの裁縫とか、はいはい、縫い物とか、うん、そういうのを一式叩き込んだらしいんですよ、お母さんが、まずお母さんが、はい、でそれはあの春さんがまあ後年言ってるんですけど、うん、めちゃくちゃ厳しかったと、あ、例えばね針に糸通すっていうだけでも、うん、あの目が見えないんでね、うん、ですよね、でもそれをできるようにするんですよ、だから、うん、あのまあ、今で言ったらあれやけどそれは当時もうビシバシにやってたし、うん、あのこれができなかったら今日はご飯抜きって言って本当にご飯抜きとか、うんうん、まあ、そういう状態でお母さんにかなり厳しくやられて、だから本当にこの人は私の母親なんだろうかってずっと思ってたって、あ、それ壮絶やね、うん、そう、多分あのものすごく壮絶な感じだったと思うんですよね、でそこで、まあ、5歳ぐらいからですね、いわゆるその御前の修行っていうのが始まってくるんですよ、うん、で親方っていうね言われる、まあ、その御前の方とかも来られるんでね、でそれで修行するんですけど、まあ、それもまあ壮絶で、例えば三味線、まあ、弾くじゃないですか、うん、で当然ギターでもそうですわ、あの手痛くなるでしょ、で豆できるでしょ、うんうん、豆できたら普通、僕らだったよ、豆潰します、うん、で絆創膏巻いて1日2日待って、うん、あいけるな、じゃあまた弾こうみたいな、うん、もうそんなんちゃいますから、うん、あの関係なくずっと弾き続けさせられるんで、血が手が血でもドロドロなんですよ、あ、血まみれ、もう弦にも血がめっちゃついてるし、だから痛いって言っても、もう痛いって言ってもあのしばかれるから、うん、っていうような感じ、痛いって言ったしばく、うん、あと寒越え、寒越え、これもね結構御前の人の修行であの、うん、よくあるやつなんですけれども、あのこれね新潟とかの話なんですよ、確かに、なんか新潟で聞いたことあるような感じ、そう、最後の御前がその、まあ、新潟ら辺に、まあ、まあ春さんは新潟ら辺、うん、ね、新潟と山形と福島っていうのが一番多いで、うん、一番、まあ、新潟なんですけど、あれやっぱそのいや東北とかも、はい、その北陸とかも、冬になったらさ、うん、あの陸の孤島になるやん、雪が、そうですよね、だからそうやって回ったりもするのかな、うん、その娯楽がほんまに家から出られへん、出られないっていうのもあるから御前さんが行って、ま、よく、うん、まあ、特に、まあ、求められたっていうのもあると思うんですけども、そんな例えば新潟のね、うん、真冬っすよ、真冬に、うん、あのほんまにもう裸足に草履とかでなんか薄着だけとかで外に出て、うん、あーってずーっと声出し続けるっていう、それ寒越えって言うんですよ、寒越え、でそれを出し続けて、そしたら喉から血出るじゃないですか、うん、で血出て声が出なくなるでしょ、声出なくなってもまだあーってずっと言い続けるんですよ、うわ、潰すね、潰す、でそれをすることによって何時間歌っても同じ一定の声のまんまでいられるという、うん、声を、まあ、その手に入れれるという、一応そういうあれで寒越えという修行もあって、うん、でも春さんだからもうその頃ですよ、うん、5歳とかですよ、うん、5、6歳とかでやーってそれやらされてて、うん、でその時の感想もねちょっとなんかうわーと思うんですけど、まあ寒いじゃないですか、うん、もうほんまにもう低体温症とかねなるようなレベルだと思うんですけど、うん、でもめっちゃくちゃ頑張ったらあの体温まるからよかったって言ってるんですよ、でもそのよかったっていうのはなんかほらちょっと違うやん、うん、もう地獄の中の、うん、ほんと一握りのオアシスの話や、うんうん、でもやっぱそういう、一握りのそういうところをこう見つけて、自分でね見つけて、でどんどんやっていったと、はいはい、であの、うん、8歳とか9歳頃に、はいはい、初めてですね、うん、外の世界を見ることになるんですよ、うん、ずっと家の中だったのを、だからこれ要はね9歳とかで実際に御前の巡業に参加することになるんですよね、はいはい、ってなったら、まあ、最後のみたいな、多分だからお母さんもその気持ちがあったんやと思うんですよ、うん、言ってやっぱり自分の娘で最後に、うん、だ要は
8歳9歳まで自分と同じ年ぐらいの子供と遊んだことがないんですよ一生、うんね、だからそれで最後にと思って、まあ、遊ばせたらしいんですけど、でその時の春さんの話というのが、例えばそのお花を取る遊びね、お花摘みの遊びとか、うんまあ、当時やからそんなんじゃないですか。で取れるんですって、目は見えないけれども、でも色がわからないって。そうやろね。だ他の子供たちは何色の花とか何色の花が言うんだけど、うん、自分もお花は取れるけど色がわかんないと、うん、でそれでな結構みんなにその目が見えないからだって言われたと、うん、でも自分は理解できないんですって、うん、何のことやろもともと見えんか、ね、そうで家に帰ってお母さんにその目が見えないってどういうことって聞いたらしい。そしたら、まあ、お母さんがその時に絶句して、うん、今までですねもうバシバシの、うん、もう鬼みたいな感じで思ってたお母さんが、うん、そこで初めて号泣しちゃってた。あ、それはちょっと来るね。でしょ俺でも来たわ。でしょ、うん、なんか年いくとさ、うん、こういうの弱いわ、なんかわかるやん。で、うん、そのお母さんは要はその時代やから、うん、もうめっちゃ厳しいんですよ、うんうん、その時代でその目がなかなか見えづらいっていうのは難しいから、うん、見切られへんからね。そうだ、お母さんもマジで命がけでしょうね、うん、あ、教育というか、うん、それはやっぱもう嫌やったよね。泣いてたやろ、うん、そりゃそうでしょうね。でそれで、まあ、外の世界も分かっ、うん、まあ、一回見て、で、9歳ぐらいの時に初めて御勢として巡業に加わるんですよ、うん、でその巡業って言ってもさっき田中さん言ったみたいに、例えば冬の新潟、うん、もうすごい雪積もる、うん、目が見えない、どうすんのと思いません？そうやな。でしょ、うんね、でこれがですね、手引き役っていうのがいましてですね、あ、まあ、大体ですよ、大体目がちょっと良くないけどっていう人が先頭で、3人とか4人とかぐらいで型をこう持ってこれで進んでいくんです。なんかそのイメージはなんかあるでしょ。なんかみんなね、うん、一列でこう手持ちながら行ってるでしょ。それで新潟とか山形とか、うん、いやもう当時やから道歌ってっていう道じゃないですか、まあ、で雪もめっちゃ積もってる状態のところをそれで行くんですよ、うん、でもう地球だから何十周分やねんっていう距離って言われてるんです。ずーっと巡業してるから、はいはいはい、で、まあ、それに参加していくんですけれども、うん、これもねまたなかなか大変で、うん、要は、村に行きます、うん、で村に行って、まあ、その歌を披露するとこれ門付けって言うんですよ。門付け、はい、門って扉の門ね、はいはい、で門に付けるやから、うん、まあ、門に付くという意味で、要はその玄関先で、うん、こう歌を披露してと、うん、でそれやったらありがとうということで、例えばお米をもらったりとか、はいはいはい、まあ、お米以外とかなんかいろいろあると思うんですけど、うん、まあ、それをいただいて、でありがとうございましたって言ってまた違うとこ行くみたいな、うん、でそれプラス泊まるところもやっぱりいるわけじゃないですか、うん、そうね、でそしたらその泊まるところもまた泊めてくれる人を探さなあかんから、うん、まあ、同じように紋付けでやっていくと。でその春さん一番その時最年少ですよね、もう9歳とか10歳とか、うんうん、なんかちょっとあれなんかな、多分その子供に生かした方が効くんちゃうかっていうのもあるんか知らんけど、うん、春さんがよくそのお前頼みに行ってこいって、確かにね、そう言われてた、まあ、下っ端やし、下っ端やし、うん、で言われて、でまあでまたひどいのが、うん、その春さん、まあ、若い9歳とかじゃないですか、9歳10歳とかでしょ、うん、そしたら子供はもうおねしょするかもしれんから子供以外やったらええよとか、だから春さん行ってんのに春さん以外の年上の人たちが泊まって、春さんはなんかその辺のお宮とか小屋とかで一晩過ごす。いや昔のやつきついな。きついやろいや子供泊まらせろまず。そうでしょ、だ今と、まあ、逆で、まあ、それでもね、だからこれはおねしょするからって、うん、だからいいやろして、そういうの思うんだけど片付けろや。だからそんだけ時代も厳しいってことなんですよこれ。あ、まあまあそうですね。そう今我々が例えばいやそれは子供ね、うん、もちろん僕もそう思う、子供先にいやらっしゃれって思うと思うのは、うん、でもそれは今すごく裕福やからなんですよ、うん、あまはそうやけど、なんやねん今でもあまはあま今でもあまとかは今言った言ってるあまって言ったで、まあ当然なんですけれども、そういういじめがあったよね、うん、もちろん、うん、そうです。やっぱりね目の見えないっていうのもあり、うん、で要はその御勢に対しての、うん、まあ、差別意識なんかもまあ当時あるわけですよ、うん、だからもう春さん自身が証言してるんですけど、うん、門付けね、歌わせてくださいって言ったら石投げられたとか、はいはい、しかも、ね、もう大人だけじゃなくて自分と同世代の子供が投げてくるってことですよね、うん、とか、そういうのもありました。ただ
その当時の親方ね、はい、あの絶対に文句言うなと、あ何をされても絶対に言うなっていうのをもうすっごい厳しく言われたと。はいはい、その村の人から何をやられても、何をやられても絶対に歯向かうな。でそして例えばすごい鉄の掟やね。そうですごいなんか豪勢なねご飯、うん、まあ、人によってはほんま頑張ってねっていう人もいるじゃないですか、うん、その豪勢なご飯もらっても絶対に遠慮しろ。いあ大丈夫です。そうそれもすごく教えられていたと。だから結局それもねすごい例えば豪勢なご飯くれましたもうありがとうございます食べるじゃないですか、うん、それが後々あいつらええもん食わされてるみたいな。それはそれでだからそういうのがあるから絶対に遠慮しろっていう。だからずっと地獄やと思います、そういう意味では。で春さんね、うん、まあ、お父さん、まあ、当然おられるんですけども、お父さん自体は春さんが2歳ぐらいの時にもう亡くなってるんですよ。おですごい若い頃に亡くなってる。でお母さん一人でまあ育ててるんですけど、そのお母さんも春さんが11歳の頃に亡くなってます、病死でっていうような状況になっていって。厳しいね、うん、でまあそのまままたずっと巡業をやっていくと、うん、まあ、その中にもいっぱい細かいのあるんですけど。そうでしょうね、これほんまにやったら6時間かかるんで、うん、あ大丈夫ですよギュンってギュンってするんですけど、ね、衝撃的なことが結構あるんですよ、はいはい、それが春さんが18、19の頃って言われてます、うん、まあまあ、19って言ってるところもあれば18って言ってるところもあれば20歳って言ってるような文献もあるんですけど、うん、まあ大体それぐらいの時に、うん、要はちょっと年頃になってくるんですよ春さんもね。子供から大人になってきました、うん、でそしたらそのいわゆる村の人とかが言い寄ってきたりとか、うん、で当時やから呼ばいという言葉もあるし普通に呼ばいというものがあった時代なんですよ、うん、はいはいはい、でそういうので結構男の人からやっぱり来るんですって、うんうん、でそういうのもあってで、うん、まあ、同じくですね自分と一緒に巡業してる御勢の女の人から、うん、すごい嫉妬を買ってしまって。ああ、ちょっとモテたんやな。まあでしょうね、うん、そのね、その時にね、まあ、そのちょっと年頃やし、うん、年頃やしっていうので、で、うん、その一緒にやってた女の人ですよ、うん、にバーンって倒されて、うん、その杖持ってるじゃないですか、杖で体中をグワッガンガンやられて、うん、これほんま最悪なんですけど、うん、局部を特に執拗に疲れたっていうふうに書いてて、で、まあ、当時それで一応病院に行くんですよね、うん、でそしたら、まあ、手術したら治るけど、うん、せんかったらもうちょっと子供は産めないと言われたと、はあはあ、でまあ一応なんかやっぱ当時やからちょっと高いじゃないですか、お金も高いし、はいはい、でまあそもそも自分はもうそんなもんいいと思ってたと、はいはい、だからもう手術もしなかったって言って、まあこれだから本当にどうか分かんないですよ、その当時の医学で、うん、ね、当時のもう村医者町医者レベルやと思うから、うん、実際にどうか分からないけれども、うん、もう春さん自身もあ自分はもう子供産めないんだなって思ってもうずっと生きていくことに決めてたんやね、そうなっていくんですよ。でそこからですね、うん、春さんが、まあ、これも大体26歳ぐらいって言われてるんですけれども、ええ、だこれなぜかというと、うん、春さんってだから子供の頃にね、いわゆるずっと家に閉じ込められてたわけじゃないですか、うん、で親からもその名前で呼んでもらえなかったりとか、うん、してるんで正直誕生日あやふやなんですよ。ほうほう、自分でも分かってない、うん、まあ名前春なんで多分春頃じゃないかなって本人は言ってたみたいな、うん、っていうような感じなんで、だからちょっとあやふやなんですよ、うん、何歳で何が起こったっていうのがね、うん、まあでも大体それぐらいっていうので、うん、大体26歳、まあ20代中頃ですよね、うん、親方になります、春さん。あ、すごい。午前の。いやー、親方になったかと、うん、よかったと思うんですけども、もうねそこからもういろいろあって、うん、その中で、まあ、一番その春さん の, その人生の転機というかね、はい、すごく、大きい出来事というのが、まあ、その頃のちょっと前かな、ちっちゃい女の子を預かるんですよ春さんは。預かる、うん、まあ、それで預かって、まあ、要は弟子みたいな、うん、弟子じゃないけどね、また その時親方じゃなかったから、うん、でそれでまあその子を連れて巡業とかするんですけども、はいはい、その時にまあ例えばその子に自分がお母さんに教えられたように、うん、いろんなことを教えようとするんだけれども目が見えないから、うん、めちゃくちゃ大変なんですよ。あ、そっか。でその時に初めて、うんうん、自分のお母さんがそのものすごいこうあんなに強く当たってたお母さんの気持ちが少しだけ分かるようになりましたと。
いうのを言ってるんですよね。一言一言重いね。でこれも晩年、まあ、後年か、はい、あの後年あの後から知らされたらしいんですけども、うん、自分が御前になるって言って、うん、あのまあ、巡業に参加して、あの9歳とかの時、はいはい、で出ていくわけじゃないですか、はい、連れられて。その時にお母さんはもう泣き崩れとって、もうなんかひれ伏してたらしいんですよ。それでも自分見えないから、うん、だから自分は知らんかったけども、まあ後になってね、後になって聞くと、うん、そういうのをなんか教えてもらったとか。なかなか来るね、これは。来るやろ、これ。これは来るね、今日は来るね、これは。で、まあそこからもですね、あの親方によって、うん、まあいろいろあります。ちょっとその弟子ね、弟子になってた、ね、そう女の子がちょっと男の人と結婚して、なんか金の無心ばっかりするようになった、はいはい、なってきたとか、いろいろあるんですよ。ハルさんってすごく自分をなんか背負うタイプで。でこれはなぜかというと、その自分のお母さんとか、まあ、はいはい、その当時のその御前の、まあ、親方とかが、うん、とりあえず人の迷惑になるなと、うん、必要にこう言ってた、ね、我慢しろと、うん、お前はもうずっと我慢をし続けなさいと、うん、お前は一人で生きていけないからと、うん、いうことをずっと言われてたそうなんですよ。ほうほうほう。でお母さんも、春さんが亡くなる前に、お前は一人で生きていけないとなんねえと、うん、だから必死で頑張れよってことを言ってるんですよね。ほうほう。でその、まあ、ちっちゃい子供をね引き取ってからずっとやっていくんですけれども、うん、その子供も亡くなります。はい、4歳で。その弟子の人、そう、はい、4歳、はい、一応肺炎って、まあ風邪からって言われてるんですけれども、難しかったね。そうなんですよ。だからその時というのがめっちゃやっぱり自分の母親が死んだとか、うん、お父ちゃん死んだとかよりも、うん、もう人生で一番悲しかったと。あ、でその時に、うん、まあこれもなんかどっかでポロって言ってるんですけれども、うん、初めて、あ、自分は子供が産めないんだなってことをもう一度こうそこでこう記憶が出てきたとっていうのも言ってるんですよ。でこれもねすごくなんか僕は印象的やったのが、歌の中には例えばその、うん、なんとか子別れとか、うん、まあその歌って物語あるから、はいはい、例えばちっちゃい頃にこう生き別れてそこから旅に出てとかいう歌もあるんですよ、うん、でそういうのって春さんの人生とやっぱリンクしてくるでしょ、うんうん、ってなった時に自分の、まあ、弟子というかね、まあ、はいはい、ほとんど子供、もう自分の子供でしょ言うたら、うん、もう言うてみたらね、うん、でその子は亡くなったと、ね、うん、でもつながりができたよね。そう、でも歌わなあかんのよ、うん、午前やから巡業してるから、うん、歌わんともう生きていかれへんわけですよ、はいはい、歌わなしゃあないじゃないですか、うん、でどうなっていったかって言ったら春さんの歌から感情が消えたっていう説があるんですよ。要は感情を込めて歌うともう無理やともうやめてくださいもっと僕は何ですかね、ええ、ふざけたいんですけど、うん、もうふざけれないんで。あ、そうですよね、はい、白髪だけここ一本ピーってもう今白髪が出ましたいや、まあまあ、それでだから春さんの歌い方って、うん、スパーンっていく、うん、声がすごいいくんですけど、まあ、そこにはなんやろ、これだから言葉にするの難しいんですよ。一応、まあ、感情が消えた、うん、要は感情を押し殺して歌うようになったんですよ、うん、だから機械的っちゃ機械的なんだけれども、その先が何かあるじゃないですか、うん、なんかその機械的なだけ、ね、うん、ただ機械的に歌うっていうわけじゃないんだけれども、じゃあ押し殺してるなっていうのが分かるってことやね。そうなんですよ、まあ一つの感情よね、うん、そうなんですよ、見えない感情っていうか、うん、でそういうなんでしょうね、やっぱ歌というのが、うん、まあ、かなり、人々にこう、うん、すごく愛されたというか刺さるというかね、そう、すごい評判になった、うん、そうなんですよね、まあ、その日本もですね、この明治から生きてますからね、はいはい、まあ、大正がありの、うん、そして昭和がありの、で戦争もありましたよ ね、 そうあるね。で戦争後に次は高度経済成長期とかありますよね、うん、その頃も、まあ、当然この春さんはずっと生きていってるわけなんで、はいはい、その高度経済成長期になってきて、いよいよですね、うん、今の我々の生活化とちょっと似てくるんですよ、うん、ね、テレビもあります、ラジオもあります、うん、あなたんちはないけど僕んちはないかもしれへんけども、うん、でも大体あるじゃないですか、はい、あなたの家は風呂ないけど大体あるんですよ。あの裏にあります。いや、それはあなたの風呂じゃないやんか。いや、もう僕の風呂いやいやいや、違う自分の風呂やのにお金払ってんのお願いします言うて、ね、管理代管理代で、まあ、そのテレビラジオがあるってことになって娯楽が増えたね。娯楽が増えました、はいはい、ってなると午前のね、そう、
需要もなくなってくるじゃないですか、はい、でどん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 御瀬が減っていくんですよ、衰退していく、そう、一応ね戦前で1000人程度はいたんじゃないかという説があるんですけども、うん、まあ、だからその辺はそのあのお白様のね、はい、女神ならみこさんと被ってきますよ、うん、そう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 、うん、やっぱりそういう人たちの、まあ、当時の意味での救済というか、うんうん、働き口がなくなっていくんです、うん、なくなっていくんですよ、うん、で決定的治るしね、もうそう今だめ治るし、うん、別にね、うん、で今やったら見えなくてもいろんなことできるからまだ、うん、そらね当時に比べたら、ね、今はもういろんなことできますから、ね、うん、であの決定的やなと思ったのが、うん、車らしいんですよ、車、これなぜかというと、うん、さっきねその御瀬の人たちは、手引き役が先頭にいて、うん、でみんなでこうやって行くわけじゃないですか、うん、でその道通るでしょ、その道に車が通るようになるんですよ、ほうしたらもう歩けなくなってくるの、危ないから、だからあの御瀬が通れる道も減っていったっていうのもかなり決定打やったみたい でそれでもう御瀬がどん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 衰退していって、うん、で春さんも、まああのうん、結構都市行ってからはあの温泉で、あ、その歌を披露するっていうのを、はいはい、まあ、細々とやっていってたと、だから伝統芸能じゃない、あ、そうそうそう、まあ、伝統芸能として、まあ、みたいな感じで、はいはい、やっていったと、うん、でその頃ぐらいになんか当時のテレビとかがね、温泉でその御瀬っていう昔いた人たちの生き残りがいるらしいってなった、うん、えってなってその、まあ、春さんに注目がいくわけですよね、うん、で、まあ、春さんがその温泉ももうやめて、もう御瀬をあの引退しますという日にですね、うん、まあ近くの神社が寺か、に行って、まあ、その当時の弟子とね行って、うん、で、そこで一曲披露するんですよ、ほう、そこのもう境内で座ってね、うん、でその時に、御瀬は今日でさよならですと、うわ、いうことを言って、うん、で、三味線を置いて、でそしてやめて、まあ、帰ると、でその時にそのテレビもまあまあ来ててっていうのも山口百恵がねみたいなマイクを置くみたいな感じなんですけども、うん、多分あの山口百恵さんもすごい人やで、うん、やけどちょっと春さんとはもう、ね、もうちょっとちゃいすぎるから、うん、そのベクトルがねベクトルがちゃいすぎんねんけどまあまあそういう あなたの言ったあのうんこパーティーのこれうんこ多いやつみたいな感じのベクトルは違うんやけどあれもまた別のベクトル、別のベクトルやけどそっちはそっちですごいけど、うん、それで最後のライブがあったんや、うん、そう最後のライブを境内でしたでそれはね映像残ってます、あ、それはちょっと見たいね、うん、残ってます、はい、であのでその歌ね、その春さんの歌とかいうのも、うん、要はテレビでやっぱり注目浴びたんで、はいはい、あのえ御瀬って本当にまだいたんだっていうことで、うん、この御瀬の文化残さなあかんやろっていうふうに、まあ、やっぱいろんな人が動いたわけですよ、はいはい、こんなすごい人がいたんやということで、うん、春さんの歌声を、収録したと、まあ、他にもいろんなところで90何歳になってからもう CD で収録したやつもあるんですけど、90何歳で、うん、まあ、それもありつつで、だからその時にこの人の生き様とか人生とかでその御瀬全体をまあ保存しましょうと、はいはい、残していきましょうっていう風になって、でその保存事業みたいなのが出てきたんですよ、出てきた、うん、で春さんは人間国宝になりました、あ、素晴らしい、すごいっすね、素晴らしいね、生きてるうちに、生きてるうちに、生きてるうちに、はい、で、まあ、ただね、だから春さんの人生ってやっぱりこうごついんでね、もちろんあの晩年ね、うん、もう幸せですと、うん、こんなあのもうこんなって言ってもあの、ね、そう普通の老人ホームの普通の家ですけど、はいはい、ね、こんななんかあの、うん、綺麗な、うん、あのところに住まわしてもらって極楽ですみたいな、うん、だから本当に多分お人よしというかそういう風に生きてきたから、うん、もうずっとなんか低姿勢の方なんですよね、うん、そこから、うん、すごくやっぱり人気になったんで、かなりご高齢だったんですけれども、うん、もう90歳とか超えてるようなご高齢なんだけれども、もうその春さんの歌声を聞いてみたいと、うん、いうことがあって、春さん御瀬復活、おお、復活ライブ、復活ライブで、うわでそれで、まあ、本当にある意味での本当の日本最後の御瀬になったんですよね、あ、なんかようやくなんですか、ね、解放された歌声かもしれないですね、うん、復活ってまた、うん、違うでしょうね、そのいやあのね、我慢してた時の声、聞いたんやけど、あ、聞きました、まあ、そのあのあれ生では聞いてないけど、うん、その晩年のね、はいはい、まあ、やつとかでも聞いたけど、あの僕のその、うん、なんすかね、人生のね、うん、器ではもう、うん、はもうちっちゃちっちゃ、あの歌っていろいろあって、うん、なんかね、例えばなんかそのなんかのね曲聴いて、うん、歌詞とか見て、うん、なんか幼いなとか若いなと思うことありません？
なんかちょっとあるでしょ、はいはいはい、あなんか若いんやなとか、うんうん、でも自分がこう心にグッとくるやつって、うん、こう自分がハッとさせられるやつみたいななんかありません、これなんでそういうことが起こるかって言ったら、うん、田中さんの人生経験が、うん、そのなんでしょうね、幼いなと思う曲に関してですよ、うん、田中さんの人生経験がその曲を超えてるからなんですよ、うん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 、で田中さんがあこの曲素晴らしいなと思うのは田中さんの人生経験よりちょっと上のことを言ってるからやと僕は思うんですよね、うんうんはいはいはい、歌というのはわかります、なんとなくわかる、なんとなくわかるでしょ、うん、でじゃあその春さんの御勢、うんまあ、御勢歌ですよね、うんまあ、僕の人生経験なんか、うん、もうこの辺もっと下ですよ、はい、見えへんくなって思えて、はい、だから春さんの歌を聴いて 全国民の一番下ですから全国民の、はい、あそうその春さんの歌をいいとか悪いとか、うんまあ、悪いってことはまあないけどさ、うん、そのそういう判断できないとできないね、はいはい、あのスカウター持ってたらボーンってフリーザーみたいなそうそうあのちょっとこう、うん、ステージが上すぎるというか上すぎる、正直 僕ぐらいのなんやろな僕ぐらいのね、うん、やつがあれ聞いてもまあそうやろあのそう、うん、だからこうその人生同じ人生経験した人はまあ、うん、あんましないやんそんなそうそうやねだから共感はできへん、うん、だけどこうグワッとくるもんがあるわけね自分の知らないものをすごく持っていらっしゃる方やと思うんですけども、うん、まあだからねちょっと僕がもし100歳になっても、うんこの小林春さんの歌を理解できる気はないかもしれへんなっていうやっぱ思うぐらいにはミュージシャンから見てもね、うん、もうあーすごいだからあの田中さんがねその、うん、さっきこう撮影する前にちょっとその春さんの話したじゃないですか、うんうん、その午前の、うん、そしたらブルースやなって言って、うんうん、あれほんま僕もそうや思いますよ人が経験できないような人生が詰まってるっていうのは、うん、やっぱりいろんな人を感動できるんですよね感動させるんですよねまあ、そうですよね、はいでそして春さんは、2005年に105歳で亡くなりました、うん、まあでもすごい長生きをご冥福をお願いしますいやほんまにそうですよね本当にねでも僕ちょっとそのチラッとだけ見た内容で気になったのが、はい、あの聞いた人が色が見えるって言ってたよあれすごいよね。そう、あの春さんのことをまあ書いてらっしゃる、ねうん、画家の方がいるんですよ、うん、でその方がまあ春さんを追って春さんの似顔絵をずっと書いてる方なんですけども歌に色が見えてくるっていうんですよ、うん、なんかその歌を聞くとね、はいはい、でも春さんは色が見えないはずなのにそうすっごい色が見えてくるんですっていうのを言ってていい表現やなと思いましたね、うん、やっぱりこう、ま、確実に僕らと違う感覚があるうん、あの記憶力もやっぱすごいらしいですよ、うん、それはあの単に生まれ持っていやさ生まれ持ってかもしれないけれども、うん、というよりもむしろそうならざるを得なかった環境生活で、うんうん、あの親方に山にあの捨てられたりとかあったらしいんでなんであと摂関としてね見えへんからやばいやんだからあんまり詳しく言うてないですけど動画の中では、うんでもまあまあちょっとえぐいのがいっぱいあるんでそういうのを見てきた人なんでだから何やろなこの春さんの人生まあ最後ねまあ、幸せ幸せって言ってるけど、うん、そうやな幸せな地獄の人生やったんちゃうかなと僕は思います素晴らしい言葉でもないけど、うん、そうやな地獄やなうん幸せなねただの地獄ではないかな、うんうん、というふうな思います、うんうんはい、まあでも一言一言がこう貫いていくね春さんの、うん、何やろな暗いんじゃなくて重いやな、うん、ベートーベンでいうところの運命みたいなあの暗い曲じゃなくて重い曲みたいなあ、うん、なんかそんな感じがするっていうふうに僕は思いましたまあこれね皆さんにぜひちょっと紹介しておきたいなと思ったんでまたなんかね調べたら映画とかにもなってるし書籍もあるし、はいはい、いろいろ見れるんで見てみたいね、はいぜひ見てください、うん、まあウィキペディアもあるけど、うん、ウィキペディアよりは書籍とかそういうやつの方が僕はいいと思いました、はいはい、映像で見てみてはいぜひ見てください、はいはい、ということで本日もオカルトコレクター田中俊之と下田花男でしたありがとうございました。ちょっと年やからさ泣きそうになるなやっぱ来るね